みんな大変だ。 YouTube さんから何か物が届いた。見てくれ。めっちゃ見切れとるやっけ。はい、みなさんこんにちは、スパイです。今日 YouTube さんからこんなものが届きました。皆さん見てください。黒い謎の箱、ちょっと開けていこうかなと思います。こんなこと初めてなんでね、何が入っているんでしょうか。もしかして、もしかしたらあれなんじゃないの。皆さんももしかしたら察しがいい人はもう分かっているかもしれません。何が入っているのか、よいしょ、楽しみだな。よいしょ、いきますよ。なんだ、ビデオ、じゃじゃーん、黒いスポンジじゃなくて、メッセージが何か入っていて、おー、見てくれみんな、銀の盾だ。見てくれ、10万人サブスクライブ、スパイギアって入ってるよ。こうか、ほら、すごくね。これチャンネル登録者が10万人いったらもらえる盾なんですけど、ついに私10万人達成しまして、 YouTube さんから銀の盾をいただきました。ありがとうございます。ちょっとメッセージの方、一部だけちょっと読みたいと思います。この10万人という節目はまさに努力と、粘り強さの賜物です。ユーモアのセンスも良かったのかもしれません。これは紛れもないあなたご自身の実績です。この実績とこれまでの努力を称え、敬意を込めてささやかながらこの銀の再生ボタンを、贈呈させていただきますということで、YouTube さん本当にありがとうございます。そして僕自身のね、実績だけで、努力というか実績だけでここまでやってこれたとは思っておりません。本当に皆さんの、なんだろうな、世に、まあ、スパイギアを広める動き、まあ、例えば、YouTube で言うなら高評価とか、あとはコメント、あとは Twitter の、まあ、投稿した動画のリツイートだったりいいね、まあ、そういった世に広める動き一つ一つで、本当に10万人達成できたと思っておりますので、これからも皆さん どうぞ、スパイギアチャンネルよろしくお願いします。ということで、今後もよろしくお願いします。よければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。銀の盾かっこよくね。ちょっと待って、これ外すわ。ちょっとほら超かっこいい。これ逆からのもいいか、光の加減的にこっちもいい。スパイギアって入ってるよ。銀の盾、再生ボタン、やったぜ。で、次は、100万再生じゃなくて100万登録者数で金の盾がもらえるらしいので、目指せ100万っていうところで、まあ、目標はでっかくね、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。